こそ始まりました。はい、今日は、うん、ゲームをしたいと思います。イエーイ。ゲームね、まあいつもゲームやってるけど、うん、今日のゲームはこっちです。お、こっちのゲーム。あ、なるほど。テレビゲームってですか？うん、テレビゲーム。今までね、マリカ、マリオカートと、Kさんが来た時にバイオハザードね、バイオハザードやりました。やりました。で、今日は、今日はどちらでもないんですよ。ん、何やるんでしょう。ね、前にもコメントでね、ちょっとあったね、やってみてほしいなみたいなゲームがあって、うん、トークの中でも多分ちょこちょこ、そうだね、お姉ちゃんが得意としているらしい。あ、言わなくていいのね。はい、今日はスマブラをやりたいと思います。イエーイ。めっちゃもう何年ぶりかに本当にやるので、本当にね、久しぶりだね。これ操作の仕方覚えてるかなっていうとこから、ね、でもね、これはね、うん、私いつもフォートナイトとかゲームやってますけれども、ドヤ顔で言うじゃん、やってますけれども、うん、スマブラだけはお姉ちゃんに勝てないんです。そんなに言わないでよ。だからそんなことないですよ。今日はお姉ちゃんに勝つことを目標に頑張ります。はい、では早速、はい、準備していきたいと思います。準備ができました。はい、では、はい、始めましょう。はい、今回は3本選手、うん、制でいきます。3回先に勝った人が勝ちね。 OK、 スマブラ王ということで、第1回ここの中で第1回ラビンズスマブラ王ね。 OK、 姉妹対決。よし、はい、今日はね、頑張ります。まあ、強いから、久しぶりだからね、お互いね、うん、ブランクはありますよ。それはそうですよ。まあいいから、やりましょうよ。やりましょう。はい、じゃあステージはお任せで。じゃあお任せでいこうか。うん、 OK、 お任せ。めっちゃ白やるよね。お、キャラクター、何にしようかな。お姉ちゃんはマジでカービィとかめっちゃ強かったんで。カービィとメタナイト前にやってた時はすごいよく使って、なんかポワンポワンって浮いてめっちゃチュシチュシってやってくる。かわいいのにする。私が昔やってたのはリンク。リンクね。これは子供リンクだね。もう一人のリンク、あ、いたいた、これ、これ使ってた。じゃあ今回は昔よく使ってたリンクにします。私はなんかキャラクターの強いとかわかんないからリンクにしちゃう。わかりにくい、似てると。いや大丈夫でしょ。だって私とあなたしかいないんだから。確かに、うん、スタート。ー2分30秒です。戦うのね。ちょっと操作の仕方がわかんない。わかんないんだよね。待って待って、始まりました。待って、はい、ジャンプジャンプ、オッケーオッケーオッケー。ダダダダダダ、あれ私どこ。うわー怖い。あ、やばい、怖い怖い。なんか一人増えてる。いっぱいいるんだけど。私どれ？これか。やだやだやだ。どれ？青い人に目がけていけばいいのか私。行け。やばい。よしよしよし。やばい。やばい。逃げろ逃げろ。やばい。逃げろ。うん、漏れた。やばい。なんだなんだ。いやー、よし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 、いいねいいね、大丈夫大丈夫。難しいぞ、すぐ落ちちゃうステージなの、ここは。ディキシってなってるんですけど。ディキシちょっと、なんか飛んできた。イエーイ。なんで、なんか、あれ、たりき本願、たりき本願。なんか仲間作れてるな。テキス、やっ、イエーイ。ありがとうありがとう、あの上の人ずるいよ。イエーイ。やったやったやった。ポケモン、ポケモン、ポケモン欲しい、ポケモン欲しい、欲しい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 、イエーイ、ポケモンもらったぜー。見えない、雨、なにこれ、雨見にくい。なんかなんかこの木箱、木箱、
った勝った勝った勝った負けた勝った負けた勝った。やったー、やったー。まあまあまあ、まだありますから。やったー、イエーイ。ほら、別に強くないんだよお姉ちゃん。さあ次行きましょう。リンク良かったんかな、もしかして。そう、相性あるよねこれ、多分ね。やだー、どうしよう。じゃあ続いてもステージはお任せ、はい、毎回違うキャラにしよう。あ、オッケー。じゃあリンクはもう使っちゃいけないってことね、はい、どうしよう。お姉ちゃんがいつも強いらしいメタナイトやってみようかな。メタナイト、メタナイトっていうのもあるのかな。あ、ありなの。メタナイト VS メタナイト、できるのかな、やってみる。じゃあお姉ちゃん、カービィにしてよ。できるね、お姉ちゃんカービィ。同じだと多分色違いになるんだね。やってみようよ。え、メタナイト、メタナイト、うん、オッケー。じゃあメタナイトで、はい、お姉ちゃんがシルバーっぽいってアユが、うん、大丈夫、赤いピンついてるから。オッケー。でも難しかった、さっきどっちを追っかけてるか分かんない、うん、お、なんだここは。お、なんだこりゃ。ビルか、ビルの上か。でもさ、飛べるのいいじゃん。なんか何力貯めてたの。違うよ、バリアバリアみたいなやつ。あー、やばいやばいやばい。やっぱメタナイトの使い手だね、お姉ちゃん。使い手じゃないよ。あー、ちゃん、イエーイ。あれ、ポケモン出たー。わー、私のポケモン。あー、よー。あ、ここポケモンステージや。あ、そうなんだ、ここポケモンなんだ。で、わかんない、これ。あー、さあ来い。よっしゃ、いけいけ、追い出せ追い出せ追い出せ。私は生き返る。あー、やった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 。うえー、自爆じゃん。落ちちゃった。何これ、できたの。何これ、いけいけいけ、押せ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 。ポケモンゲットだぜ。あれ、ポケモン、あー、何これ何これ、卵生まれてるよ。パイナップル、パイナップル。やばいやばいやばい。やばい、落ちちゃうよ、落ちちゃうよ。やばい。あれ、あ、踏み台にされちゃったわ。なんか一人でドリル、ドロドロドロって。いやいやそれ何や、どうやってやるの、そのドリル。あ、やだやだやだ。私の相棒だ。メタナイトじゃダメだ。でももう一回使ったキャラは使えないから、これ今11です。11です。さあ次行きましょう。どうしよう、この子が一番望みだったんだけどね。あ、メタナイトね、うん、どうしようかな。さあ続いてもお任せでいきましょう。いや、めっちゃ喉がキャッキャキャッキャ言って。ポケモンにするじゃん。マリオか、ミツーがいいかな、ルイージか。このしずえっていうのも可愛い。動物の森シリーズ。あ、じゃあ OK、しずえにする。じゃあお姉ちゃん村人でいきます。OK、しずえの方が強いだぞ。
なんかさ、虫取り網とかじゃなかったっけ、村人は。しずえは？しずえわかんない。あー、かわいい、かわいい、こっちから出てきた。何これ、待って、ステージがさ、落ちちゃうじゃん、こんなの。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、落ち着いてね。なるほど。あ、しずえも虫取り網持ってんだな。かわいい、なんか風船持ってる。僕は怒ったぞ。怖い怖い怖い。その風船何？わかんない、かわいい、私にはないみたい。傘にぶん回してるって。ブブブブ、やばいやばい。最後宇宙船乗るんじゃん。待て待て待て、かわいい。あ、捕まえられなかった。逃げるね、かわいい。待ちなさい。何それ、あぶね。なんかキノコ取ったけど、のの寝ちゃった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 。そういう間に攻撃するってこと。おおお、ここに、あ、スケット取りたいんだけど。どこにスケットがいるんだ。よよ、なになになに、これはやばいぞやばいぞやばいぞ、これは全然攻撃してない気がするもん。やばいじゃん、めっちゃ可愛い。イエーイ、これいける気がしてきた。やっぱメタナイト外したら勝てるんじゃない。そういうことで、もしかしたら次が最後になるかもしれない。うん、次私が勝ったら勝ちます。わー、どうする、何がいいかね。次も同じの使えない、使えない。ポケモンかマリオか、どうしよっかな。私はミュウツーがいいかな。どれ、あ、それね、ミュウツーって。それね、さあ来い、ポケモントレーナーになろうかな。あ、なるほど、ポケモントレーナー、いいよ。パークにちょっとなんかいかつい人、いかつい人系にする。綺麗な顔してる、この人シュール。あ、この女の人使ってた気がする。ゼロスーツ、あ、めっちゃ可愛い色違う。本当だ、どうする、服の色変えられんだ。あれ、私も変えられない。どうするねえ、どの子がどういう技出すとかわかんないね。かわいい、あ、これもかわいい。あ、ルカリオにしようか、かわいさで選べた。え、なにこれかわいい。じゃあピカはね、あんまり勝てなかったんだよね、昔お姉ちゃんとやってる時。うん、迷いすぎ。え、それ何、ルカリオってポケモン、ポケモン。あ、女の子もある、かわいい。色変わるんだ、自分で。うん、すごい。ちょっと待って、赤いにしよう。はい、ポケモントレーナー、ポケモントレーナー。しかしたらこれから頑張ってトレーナー。ちょっと勝たないとな。ゴー！ふぅ、かわいいじゃん。あ、どこだっけ、なんだっけ、風鈴風。え、
待って、自爆したんだけど。あ、これ女の子を動かすんじゃなくてポケモンを動かすのこれ。そうなんだ。あ、じゃあれか、自爆しちゃったよ。ポケモン出すポケモンによってって感じ。わかんない。え、待って、強すぎないか、力強くない。頑張れこの子、この子なんだったっけ。頑張れこの子。あ、よっしゃー、ポケモン出した。来たよ、怖いな。何が怖いの。怖すぎ、怖すぎ、怖い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 。え、強っ。あ、落ちた。あ、あれか、この何、これ取りたい、これ取りたい、これ覚醒モード、覚醒モード。どうやって取んの。あ、ポケモン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 。これどうやって取んの。なんかこれ右の、右の一番右のボタン。待って待って、私どこに。やばい。あ、これなんか綺麗なやつ。えい、この子技知ってる。どの子、どの子。私の子、ルカリオ。やったー。何が起きてるんだ。え、待って、全然わかんないんだけど。あ、いた。技はどれだ。えい、えい、やー。おー、生き返ってきたー。え、待ってくれー。お、なんか出してきた。なんか出した。あ、出してきた。やばい、やめてくれー。危ない。待って。あ、なんかちょっと戦いっぽくなってきたよ。あれれれ、なんだこりゃ。え、どういうこと、どういうこと。あ、こうか。よっと、何したの、何したの。エイムが、エイムが良かった。ねえねえ、どうやって、こうやって。やったー、かわいいじゃん。かわいい。作戦か。何の。ハードル上げておいて。違う違う。はい、ということで、はい、勝負は終わりました。はい、はい、今回の、はい、第1回ラビンズスマブラ王はあゆでした。イエーイ。もうキャーキャー言いすぎて喉がね、変なになっちゃった、めっちゃ多分騒いでたよ ね、めっちゃうるさかったと思う。あんま記憶にないんですけど、うん、いやでもめっちゃ楽しかった。楽しかった、久しぶりにやったけど。し、お姉ちゃん多分メタナイトなんだね。そうなんです、うすうすね、前からやってた時から気づいてはいた。え、そうなの。メタナイトとの相性がいいんです。あー、なるほど。あるよね、でもね、うん、キャラとの相性とかね。最初はなんかボタンが何が何だか分かんなくなったけど、うん、分かった最後、攻撃の仕方とか。うーん、まあなんとなく。もう取り戻した。取り戻してきた。おー、これからまた、これはまた第2回を開催して。そうだね、第2回ラビンズスマブラをやって、うん、ちょっとその頃までには私もお姉ちゃんのメタナイトに代わる自分の相棒をちょっと見つけていきたいな。お姉ちゃんも、うん、まあちょっと合間合間でスイッチライト持ってるんで、うん、そうだね、ちょっとやろうかなって。メタナイトをもっと手なずけるんですか。手なずけるか、まあ他のキャラもね、いろいろ強くなって第2回はリベンジを果たしたい。そうだね、またやりたいと思います。はい、めっちゃ楽しかった。楽しかった。ということで本日のミアユルームは、はい、二人でスマブラをお届けしました。いや、楽しかった。皆さんもよかったらやってみてください。はい。はい。では、一緒におやすみなさいしましょう。はい。せーの、せーで。おやすみなさい。ミアユルームでは、皆さんからのお便り、リクエストを募集しています。ラビンズにやってほしい企画、トークテーマ、そして見てみたい罰ゲームなど、はい、たくさんお待ちしています。YouTube のコメント欄に、ぜひ皆さん、待ってます。